イルハートコンパイルハート非公式バーチャルユーチューバーのイルハートです、えー、今日はですねなんとなんと みんなにおかげにしとけば、<laughs> 間違いないありがとう、ラ <laughs> <laughs> こちらこそお招きありがとうだよこの間のね、イルハートの6周年の記念にもお祝いの動画くれて、めちゃめちゃ嬉しかったよ、うん、へへへどういたしまして <laughs> いつか、流暢なダンスしようね,ね, <laughs> ようね一緒にしようね、ダンスね <laughs> <laughs> はい、今日のね、企画をちょっと説明しますとほいあさっ 6月2日が、えー、私、イルハートの誕生日になりますおめでとうありがとう <laughs> なので、そのお誕生日のね、記念として5月の31日、うん、6月1日、6月2日の3日間でね、うん、なんと、ラッピョコとコラボラジオをお送りできることになりましたうれしすぎる僕もありがとう 3回楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ヤイルハートちゃんからさコラムエラ嬉しすぎて、うーん、ちょっと泣いてる つ返事ででね、ね、うん、受けちゃいいいい、ままししし改めて3日間よろしくお願いします、うん、はーいそれイルテレラジオっていうのが、はいあのー、基本的なこう流れみたいなやつが「<ー>イルハート」のコンパイルハートのスタッフからなんかお題が来てうん、うん、それにこう「イルハート」が答えながらお話ししていくみたいなラジオなんだけど,なるほど今日のお題が、うん、こちらです。 どん初コラボなのでお互いに質問して理解を深めましょう例えばああめっちゃ大事, <laughs> めっちゃ大事例えば相手の好きなところは自分のアピールポイント相手の動画の好きなやつはどれですかそして自分のおすすめの動画はどれっていうお話をしていこうかなと思います。確かにさ、うん、私たち、うん、お互いのこと 知らないよね実はそんなに知らない実はね。そうなんだよね確かにわかってもらおう今日で分かってもらおうわかりたい分かりたいえ、でもね好きなとこはね好きなとこ先に言ってくれる。に言ってくれあのね髪の毛の先の色が違うところおすすめポイントですそこはあのねあのね私もそうなのあ、そうだそうだそうだ

消えたらおさしくださいください <laughs> 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 え私はねピュッコの好きなところはね、うん、もちろんね優しいところでしょ<ー>こうやってラジオも出てくれるしあ,<ー>あの周年のお祝いもしてくれるし、うん、いつもねあのイルちゃんイルちゃんって呼んでくれるのも嬉しいし、うん、あとはねホラーゲームでビビらないところが好き <laughs> 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 あれだいぶマニアックだね、うん、あれちなみにルハートちゃんはホラーゲーム、うんうん、やってるよね そう、時々とどれくらい？<laughs> うーん、今日この目を見られないぐらい。<laughs> 今、本当に目を合わせてくれない。<laughs> いや、なんかなんだろう。びっくりすると、うん、自分が思ってる。5倍ぐらいのでけえ声が出ちゃうの <laughs> だからちょっとね。見てる人の耳が破壊されちゃうから、うん、ホラーはね。ちょっと耐性をつけていきたいなって。 あじゃあ今度ホラーゲーコラボとかして心臓を鍛える,、うん、心臓鍛える企画どう、ね、したらいいかなぴょこに怖くないポイントとかね怖がらない秘訣を聞いていきたいなと思います <laughs> いやでも確かにそういうのもやってみたいなねえでも確かに私も、うん、あのホラーゲーは得意なんだけどいやーでもねあのイルハートちゃんってさ、うん あの、お歌出してるじゃないですか出してるーお歌がね、私すごい好きなのあー聞いてくれてるすごい好きなのでピョコも出してるのあ、出して、ピョコもね、<laughs> ピョコねいっぱい聞いてるよほんとにも本当に泣きそうになってる <laughs> こっそり自分のアピールポイントにすり替えちゃった <laughs> <laughs> 自分のアピールポイントえじゃあもうアピールしていこうようん、うん、な,なんかもう好きな動画ねソーセージのやききね <laughs> そうなぴょこを知ったときぐらいにうん、うん、あの、めちゃめちゃソーセージだったからどいうこ

出てくる絵がすごい好きで <laughs>、あのヒコアみたいなやつ、<laughs> <laughs> <laughs> あの絵めちゃめちゃ見ちゃうの。可愛い,いしさ <laughs> イマジナリーちゃんも、<laughs> 可愛いの。<laughs> あとあの、うん、ある特定の部分のね格差があったり、そして、うん。あ やっぱ見どころがあるから何回も見ちゃうなそうだねちょっとね似てるはずなんだけどちょっと格差があがたりとかしてねちょっとある部分んでめだって格差あがだいじょうぶわたしには私のいいところがある多分髪の毛の色とか髪の毛の色とかねそうそうねあとね笑いがたも好きなんだよイルハートちゃんの今のね今のやつえもうリプレイしてほしいんだけどさこのいまのウ

ハイライト消えたみたいなやつがね好きであれでなんかいっぱい寝る前とかに耳元でささやいてほしいイルハートちゃんなのショート見るの好きでお気に入りはあの某ハンターゲームの某猫ちゃんっぽく料理してくれる動画がすごい好きでそんなやや わたしあのしわしワのおみってものがすごく好きでウエルハートちゃんにお肉料理作ってもらいたいなうわっじゃあそれもやろうねっわたしがお肉料理ょうりをぴょこにあのなにめしあがれってするからそれの企画もやりましょういただきますかおくってするから飲んじゃったえたのしみたしみいっぱいやりたいことあるねねえ。 え、でも逆に見てもらいたい動画とかもちょっとあるかな、うん、うわーそうだなあ、うん、なんか私がまだ見てないやつもあるかもしれないからイチおしとかあったらあじゃあね最近で言ったらうん、うん、あの、ホラーゲームの「マッドファーザー」をねうん、うん、ちょっと生配信でやってたんだけどうん、うん、あのー、面白いぐらいうるさくて自分で <laughs> なんか。 なんかね、人形が落ちてきただけでこの世の終わりみたいになっててなんかほんとに心臓を鍛えるためにピョコから見てアドバイス欲しい。 かったじゃああのね実はちょこっと見ててでもちょっと見返してあとでここはねここはねこここねこここころがまえで見るこラーゲあるあるなんだから驚いてたら切りないよってくぐり抜けてきた視線が違うぞこれは。わたしイルハートちゃんってさえっとね チャリンってして、ドゥルルルルルってなって、うん、えい,えい,えいってやるやつ。ああ、そう、ほぼほぼあてる。あやった <laughs> そんなイルハートちゃんには、あのね、私のスロットの打ってみた動画とかも見てほしいし、あとさっきお歌好きって言ってもらえたから、私ね、毎年お誕生日にピョコフェスっていうね、ピョコフェスそう、お歌も歌う、いろんな企画もするみたいな、ライブのみたいなのやってるんだけど、そうなんだ。さあ、2 0今年こないだ、2023年バージョンもね、ちょっとロングな動画になってんだけど、見てほしいし、

見たんだけどサムネにクソデカ文字でカッパ捕獲って書いてある私あのカッパ捕獲所を所持しておりましてカッパ捕獲カッパ捕獲していいカエルなんだへぇ声響いちゃったよ。なんだそうだからちょっとあの動画を見てエルハードちゃんも一緒にカッパ捕獲所取ろうよえ私も取れるかな取れるよ飛行式でも取れる

普段がね、ファンボックスでいる、テレラジオっていうね、イルハートが一人で喋ってるラジオを。更新してるので、えー、これをね、聞いてくれたぴょこ民の皆さんも、ぜひぜひ、うん、あの入会して聞いてくれたら嬉しいなって思います。ね、先輩、お願いしますね。ねお願いします、先輩。そして、ぴょこから何かお知らせが。 そうみたいです。ですはい、はい、こちらですね。うん、あの、山田さんの、うん、なんかお知らせなんかを持ってきてみました。<ー>はい、実は毎月8日って何の日かわかりますか？そう、ヤマサプレミアムです。というものがあるのです。やいはい、これですね。毎月本当に8日にいろんなハッピーなね。うん、情報を届けしたりとか、いろんなイベントやってるよってものなんですけど。うん、例えば5月の8日。うん アマギフプレゼントキャンペーンなんてものやってたりとかするなんだって超超超お得な太っだなそうプレミアムなデートになっておりますこちらですね次回6月8日に開催しますこちらも公式サイトぜひぜひチェックしてくださいはあ。ー6月8日もうすぐだそうもうすぐなのぜひぜひチェックしてねそしてそしてもう一つはい山田さんの寝台のお話になりますニューパルサ SP4 with 太鼓の達人<ー>どんどこ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 というものが全国のホールさんで公表稼働中です、うんうん、これですねあの、うん、私さっき動画のいろんなもの見てほしいよイルハートちゃんって言ったうちの一つ「バ、うん、チスロニューパルサー SP2」で遊んでみた動画があるんですけど、うん、その,あのパニューパルサー SP2 っていうのの続編になります。 とっても楽しみ。うん、よかったらホールさんに行ってね、先輩たち、イルハートの皆さんも遊んでください、うん、遊んでくださいーいお願いしますいや公式ってすごいんだなぁ… <laughs> ちょっと言うか迷ったの、うんうん、あの…山マサネクスト公式 VTuber の虹川ラギがお知らせをお届けするよってやろうと思ったんですよ、ちょい

プレミアムなテーマを楽しみにしていてください。は,い、はーい。それではラッキーピュコー明日もよろしくねー。よろしくねー。はーい。以上イルハートと虹川ラキでしたー。まったねー。ったねーバイバーイ。